ソルトさんの隣。はい、こんばんは、ソルトさんの隣レッドでございます。今日はですね、札幌にあります釣り具屋さんのアゼムのですね、北の陣というヒラメのイベントがですね、ありまして、昨日の昼間はストアイベントっていうことで、いろんなメーカーのテスターの方や代表の方なんかが来てトークショーなんかをねして、いろいろこうやったらヒラメが釣れますよみたいな話をされてまして、で、まあ、それもちょっと聞きに行き、で翌日の今日ですね、今日は朝の9時までの間に誰がでかいのを釣るか大会ということで、今回は去年はね、御所万部の街中静かりから黒岩だっけまでの間で、釣って朝受付をして、その後昼まで釣ってくださいっていうような感じの大会だったんですが、今年は道内、昨日の土曜日にですね、アゼムで受付をしたら、受付が終わった瞬間から道内どこで釣ってもいいぞっていうね、ワンデーのリモート大会みたいな感じだったんです。好きなところに行ってくださいっていうルールになっております。どこ行こうかなっていろいろ思ったんですが、まあ、やっぱり最近釣れてるという噂のあたりを目指していこうかなと思い、そちらに向かっております。今日は私と、ソルトさんも来る予定だったけど、なんか会社の飲み会が入ったっていうことで断られまして、私と翔太くんがやっていて、あと翔太くんのパイセン、そっちの2人はね違うところで今やっていて、でちょっとまあそこ人多いんで、あんまなんか入れる感じじゃなかったんで、私は1人でまた別の場所へ向かっていこうというような、そんな感じでございます。また明るくなったら映るのかな、明るくなった時に魚の姿が出ればいいなぐらいな感じでございます。というわけでアゼム北の陣頑張ってまいります。ソルトさんの隣。はい、というわけで夜のサーフにやってきました。今んところ誰もいない感じで、一人いるかな、一人いるの、まあ、だいぶ潮引いてるんで、ちょっととりあえず投げていきたいと思います。ちっちゃいな。なんぼだこれ。ちっちゃい。これはリリースサイズだな。あ、でも40。
いやないないっすか。3級っすか。3パチ。はい、あーしゃ、はい、というわけでもうちょっと大きくなってからまた来てもらいます。はいはい、お任せしてあげるよ。はい、というわけで3パチヒラメでしたけどリリースします。はい、そんな大きくねえな、これも。同じぐらいかな、さっきと。40前後っていうところだと思います。サイズダウンです。いいかな。見せな。見せな。全然サイズ上がんないです。さらに小さくなった感じだな、これ。まあよくもこんな小さいの釣るよね。まだヒレすらはちゃんと生え揃ってない。ソルトさんの隣。